こんにちは、土の子です。今日はポケットルの更新日。さてランキングは A クラスでしたね。やっぱりね、完璧にしたんだけどな。今回は月始めチャレンジが来てますね。そしてボルトロスが来てるぞ。でダークライのレベルアップが来てますね。さあまずは月始めの方やりますか。不思議だねがこの中では僕的には当たりですかね。不思議だね、不思議人影。人影でしたな。人影はメガスキルアップ2個。今日の EV はまずは弱いですね。あ、岩はじきがあるんで岩はじきでいくか。お、まず1個目出たぞ。2個目来い。あとまだワンチャンス残ってるかも。あー残念、1個でした。さて今回もいつも通りメインの方進めていっちゃいましょう。前回やったところから、何も進めてない状態ですね。それじゃあ目のクラゲからスタートしていきましょう。バリアと目のクラゲが入ってますね。手数プラス5で行ってみましょう。果たして全地面がうまいこといくでしょうか。バリア弾いた方がいいか。メガ進化していきたいですね。よし、さあこっからですよ勝負は。終わった終わった、終わった、終わったよ。あーきっつい。いけいけ、ワンチャンあるかも。何した僕今何したやっちゃった。グランドコンボからの大コンボが来ない、来ない。惜しかったけどね。やっぱり最初手間取ったのがいけなかった。やっぱりメガリザードの方がいいっすよこれ。うん、間違いない。バリア弾きをやめてタイプレス、これでどうだ。こいつちょっともう一回言って、これダメだったらパワーアップいきます。いやーきつい、きついなーこれ。ユクシーとかでね、忘れさせるもしくは眠らせるが成功してコンボスキルが発動したら多分勝てると思うんだけど、僕ユクシーもねエムリットも育ててないんでね。なので仕方ない、パワーアップだけ使っていきましょう。今のね2回やった感じ、まあプラス5はいらないんじゃないかななんて思ったんだけど、これがどうなるかですね今の選択が、はい。まあちょっともうまず上から綺麗にしましょうか。タイプレスコンボで、うん、間を空いてきたか。はい、真ん中をちょっと綺麗にしとく。タイプレスコンボを発動させ、いいですよ。あー間違えた。はいはい、あ今の残しといた方が良かったかな。次お邪魔来るもんね。めっちゃうまくいった、めっちゃうまくいったなこれ。こういうのをさっきやりたかったね。ここですよ問題はね。問題はこれですよ。これやられた時にまあどうするかなんですけど、ほんとね、なんかどこやってもうまくいかない気がして、はい、上だけはなんとかということで勝ちました。ついやっぱ強かったね。パワーアップ使わなくてもいけそうっちゃいけそうなんだけど、2回失敗したんでね、使ってクリアしちゃいました。
はい、次のステージね、3匹ステージなんですけど、お邪魔がですね、リザードンのお邪魔にすごいマッチしてるので、まあ還元ですけど、リザードンでいきます。手数プラス5いらないんじゃないかな。グランドコンボでなんとかコンボさせればって感じですね。その前にしっかりと、あ、間違えた、今揃え方、しっかりとメガ進化をして、そうですね、オッケーオッケー、1手でメガ進化できたら十分です。で、グランドコンボでしっかりとモココをきれいにしていく。はいはい、これはちょっとパターン入ったんじゃないですか。もうすでに、はい、勝てましたね。残り手数は7。お邪魔する前に勝てちゃいました。次、ふたち丸、手数プラス5。さあ、ブロックをまずなんとかできるか問題。ブロックは弾けない。ここで一旦メガ進化させて、一旦場をきれいにしますか。はい、で、シェイミの眠らせるを成功したいです。まだ2ターンあるんでね。 OK、 じゃあここで眠らせるを成功させると、まずここで第一関門クリアですね。そしてブロックはちょうど消えるとこだったね。やっぱりなんとなくそんな気がしたけど、ハイプレスコンボは失敗と。お、もう眠りから覚めた。早い、眠らせるけどね、すぐにまた眠らせちゃってハイプレスコンボ発動。ここでもハイプレスコンボ発動だ。さあどうする、ちょっと悩ましいな。ハイプレスコンボ発動できない、できないだと。ここは、あ、これも無理か。マジか。ん、ちょっと待てよ、今声が聞こえなくなってない？眠ってないな、眠らせるんだ。ハイプレスコンボだ。そして落として揃わせて、また眠る、また眠りから覚めたぞ。まずいな、眠れ。あー、眠んないかった、やばい、来るぞ、気をつけろ。どうだ、うお、お、大丈夫か。ほんの致命傷だ。もう致命傷を負ってんじゃんみたいな。やばい、ここはまず眠らせるんだ。眠らせが正解だ。ハイプレスコンボは失敗。ここで一旦きれいに C の真ん中をきれいに、きれいにしてねえし、しかも眠りから覚めてると。あ、でもここはむしろもう眠りはどうでもいいから。そして渾身のタイプレスコンボが失敗。マジかよ、嘘だろ、ちょっと嘘だと言ってくれ。もう渾身のタイプレスコンボだったんだぞ今の。これ終わったじゃないのね。こんなにいっぱい消せないでしょ、ちくしょう。こんなに、こんなにいいところいい感じだったのに、この微妙に残るっていうのがほんとね、タチ悪いよね。ブロック弾きが全然使われてなかった気がする。そしてハイプレスコンボが失敗と。うわー、またまたいい感じのとこで終わる系これね。えもうやめよそれ、絶対そうでしょこの流れ。いい感じのところで
もうさ、もう見えないの僕、コンボが。もうコンボが盲目なの。いや、ちょっと待て。もうわかんない。頼む、行ってくれ。いける、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 いける。よし、よかった。ほんとギリギリだね。やれやれだぜ。やれやれだ。次、クマシュン。よし、クマシュンね、リレーダッシュ2匹と最後の力、これでいきたいと思います。ノーアイテム、まずはここですね。あれ合ってたかな。あれ残ったけど、まあいいか、気にしない気にしない。さあメガ進化ですよ。ここからリレーダッシュいきます。ぐるっと見たけどなかなかないね。これ上から落ちてくるの待ち。ああ、そうっすか。そうっすか。あれちょっと勝てえな、思いのほか。ちょっと待って。あれ硬いな。あれこんな硬いっけ。まずいぞこれ。想定外のカチコチ具合でございます。オラに最後の力を。やべ、最後の力ねえなこれ。4マッチ以上が欲しい。あと残り2ターン。それでこの状況か。いや、ここはもうまず最後の力を成功させて。いや全然せ、いや最後の力を、これどうだったね。え、あ、よかった。危ねえ。ギリ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 悩んでる間に終わってた。勝てました。ギリギリで勝てました。ノーアイテムだね。手数プラス5は使わなかったね。次、今日ラストにしましょうね。電流行きましょう。最後の力で仕損じた時は仕留めて、地面タイプグランドコンボ。そして、電流いっぱい出てるんでね、弾き出すの地面。で、メガシンカークはやっぱ素早くタッチでね、素早くメガシンクできるリザードン使っていきましょう。半減でも使うっていうね。はい、手数プラス5使っていきます。さて、今日の電流は、めっちゃ電流だね。ちょっとかわいいな。かわいいと思ってしまう自分がいる。弾き出すの形作っちゃいましょうか。弾いちゃって、そしてここ揃えちゃいましょうか。よし。さあ電流をまずはきれいにしていくっていうのがセオリーでしょうね。そうだな、ちょっときれいに、きれいにしていきましょうか。弾いてもいいし、グランドコンボ、あ、こっちかな、グランドコンボ。いやー、グランドコンボ成功して、頼む。うにゃー、ほい、弾いて、グランドコンボが失敗と。弾き出すがあるので弾いちゃうか。あんまりコンボが見込めない。どうしよう。グランドコンボして、ここはちょっと綺麗にします。グランドコンボが成功してるんで、コンボを成功してほしい。大コンボよ、これ。もっともっと、モア、
ここを直線で揃えて、ああいうのコンボしにくいんだけどね、直線で揃えると。ここは弾いていって、さて次はまだ64から、4から最後の力ターンでございますよ。ここはこうしてどうだ。あ、下下の最後の力ゾーンが消え失せたぞ。いや、ここで弾いて最後の力、最後の力ゾーンが、最後の力ゾーンを作りたいところ。ゼンリーいないか、バニー。あ、もう最後の力ゾーンか、これ早い。最後の力ゾーン、やべ。あー4マッチが、あー4マッチがいっぱい、4マッチがいっぱい。あ、よし、終わりました。イエーイ。4マッチがいっぱい、ありがとうございました。本日のメインディッシュ、電流様、ありがとうございました。なんとか、やっぱ最後の力あった方が良かったね。さあ、お次は誰だったっけ。毒クラゲか、もう忘れちゃってるな。550誰だこれ。次回もね、 UX 進めていきたいと思います。ちなみにゴールは700ですから、まだまだ先だぜ。まあでもね、こうやって喋りながらやるの楽しいので、よかったらね、また次も見に来てください。それじゃあ、土の子でした。